それではご参加いただきますのは川崎市立平小学校のアドバイザーをご担当いただきました横浜国立大学、野中洋一先生高槻市立柴谷中学校のアドバイザーをご担当いただきました長崎大学、寺島康介先生。 福岡県立戸端高等学校のアドバイザーをご担当いただきました日本福祉大学影戸誠先生こんにちはよろしくお願いします徳島県立盲学校のアドバイザーをご担当いただきました明治学院大学金子武先生金子ですよろしくお願いします そして、コーディネーターを務めいただきます。大阪教育大学大学木原敏行先生でございます。木原です。よろしくお願い,いします。本日のパネルディスカッションのテーマは。学校において、実践研究を定着普及させるための秘訣。特別研究指定校の取り組みを通してです。それでは、ここからはコーディネーターの木原先生に進行をお願いしたいと思います。木原先生、よろしくお願いいたします。 それではご紹介いただきましたメンバーでこれからパネルディスカッションを繰り広げていきたいと思います。私のコンピューターの方出していただけますでしょうか。タイトルは先ほどもご案内あったんですけれども学校において実践研究を定着普及させるための秘訣これを探るということであります。この時秘訣というのはいろんな意味合いを持っていてそもそも 研究を始めるときの前提になることだとか、あるいは実際に研究活動を進めていくときの留意点とか、あるいはそれらを支え、促す要因、まあ、そういったものを含んで、秘訣というふうに呼んでいるとお考えください。でそういったことを、今、フロアにいらっしゃっている4名の先生がご指導なさった4校の取り組みと、それから残念ながら、 今日アドバイザーなんですけど、ご欠席の堀田先生がご助言なさっていた京都の一教小学校の取り組み、これを重ねてみたときに、秘訣の大事なものが浮かび上がってくるのではないか、そしてそれは、例えば他の特別研究指定校や、あるいは一般研究助成を受けている学校、さらにはその他多くの学校の ICT 活用、それをベースにした、 授業やカリキュラムの充実ということに何か資するものがあるであろうと。まあ、こういうふうに考えて、でそれは多分、ここに書いていますように、一つに限られないで、いくつかあると思うんですね。まあ、そういうことを整理したいというふうに考えています。そのために、大きくは二つのパートを設けています。一つ目は、先ほど、四つの学校、あ、失礼しました。五つの学校から、 成果報告があったんですけれども、それらをご指導なさったアドバイザーの方々のお言葉でまとめ直していただいたり、あるいは時間の加減で学校からは報告なかったけど、傍らで見ていたアドバイザーからすれば、これも大事だという点を補っていただく、等々のコメントを賜るというパートが第1部であります。え続きまして まあ直接的にパネルディスカッションのテーマに迫っているところになるわけですけれども、そういう良い取り組みというものを各学校が続けていく、あるいは周りの学校に広めていく、その時にどんなアプローチ、あるいは戦略といったようなものがあるか、これについてアドバイザーの方が各学校をご覧になって感じたこと、あるいは 各学校にこうしてもらいたいという期待えさらにはこんなやり方もよその学校ではやっているという他校の事例まあそんなものを出していただいて我々で確認していきたいというふうに思っています最後に時間があれば私が簡単にまとめていくということを試みますではあの限られた時間ですけれども秘訣を求めてみんなで意見交換をしていきたいと思いますので 最初の第一部のスターターとして、えっと平小学校アドバイザーであった野中先生、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。えっとスライドお願いします。もうあの平小学校の発表でですね、発表内容でほぼ十分かと思いますけれども、えー、平小学校は。 いわゆる公立の小学校で、えー、情報活用能力の育成という研究をするにしてもですねいわゆる研究開発学校のようにもう学習指導要領の枠を飛び出てですね行うということはまあできないわけですしたがって、まあ、現行の学習指導要領の枠内で考えるとそれからやはり公立小学校で今都市部ではですねもう若手の先生がの割合かなり増えてますからもう若手もベテランも 日常の授業で実践可能なカリキュラムというのを考えていかなければいけないだろう、えー、まあそういうこともあって、ですね現実的なところで情報活用の実践力というものに焦点を当てるという、ですね、まあ、そういう方向でスタートをした。で私は当初、ですねあのこの3つぐらいを強く、強くっていうかです、ねまああの、先生方にお話したんですね。 これ情報活用能力の育成の研究は ICT 機器の活用の研究とは違いますよ、それからカリキュラムを開発というのはゴールじゃなくて、その過程でやっぱり事業改善をこう続けていくことの方がむしろ重要ですよ、それからおそらく情報活用能力の子どもたちに身につけさせようと思ったら先生方の情報活用能力というのを高めていかないという、まあ、こんなようなことをお話をしたわけです。で まあ、結構です、ね、いろいろこう最初の頃は皆さんも戸惑いがあったりです、ねえー、したんですけれども僕から見ると、ね、相当割りり切ってやりましたね、えー、か,かなり難しい課題だったんですけれども、えー、さ,あのさっき紹介があった平ら症のスキルというのはう大胆に情報活用の実践力を漢字で書いてあるものを平仮名にしてもう先生も子どもも分かる表現にでこれに結構時間かかったんですね。 1>, 1年目の半分ぐらいはこれに費やしたと言ってもいいかもしれませんが何かですねこれが皆さん学校の中でこう共通理解出てきた時になんか霧が晴れたような感じでですね、えー、みんなすーっとなんか考えやすくなってそれについて語りやすくなったっていうのはありますそれから最初はいろんな教科に展開しようと思ったんですけれども、えー、国語にも絞りましょうとでもう教科書ベースで新たな単元開発も行わないでやりましょうそういう割り切りもありました。 一方でですね事業レベルでは情報活用のプロセスに沿った学習活動とか指導の手当てっていうのをいろいろと試行錯誤しながら、まあ、その中で活かせそうなものの定着を図っていたで、まあ、ちょっと禁欲的って書きましたけども最初はですねあんまりこう飛び道具使わないでやりましょうよって言って真っ先に普及したのはやっぱホワイトボードだったんですよねでこれの活用があっていうのはまあありましたですのでまあこれをですね 考えるっていうことそれからこういうふうに子どもたちもアナログベースでですね一生懸命こうね情報活用のプロセスを蓄積していきながらグループでこうやったりだ最初はね紙でやっぱ絵見せてたんでですよねね最初の頃は、ね、でもこれが徐々にこうタブレットに置き換わりタブレットがタブレットをですね例えばちょっと振り返りで使おうなんていうですね、まあ、そういうようなところに移行していった。だから カリキュラムで育成すべきこう能力に対してどういうふうな学習活動先生の手立てが必要なのかっていうところを中心にこうまあやっていったっていうところが、えー、ここの特徴特徴だと思いますでもう一つはですねこの研究はもちろん学校の先生方も関わったんですけれどもやっぱりですねキーパーソンさっき豊田先生の話にもありました校長先生ですね校長先生ねここどっちかっていうとう <laughs> 自分で引っ張っていくというよりは雰囲気作りとかですね後方支援に徹していたように見えました結構太っ腹でですね、あのー、まあどんどんやりましょうとか、うん、みんなであのやりましょうみたいな感じそれからもう一つねこの学校の特徴は研究推進リーダーって大抵一人でやるじゃないですかここね二人体制でやったので、ね、僕これは結構良かったんじゃないかなというふうに思いますそれから何といっても学校の先生方のチームワークですね、えーそれ 小学校の場合特に学年チームで授業権を進めていくっていうのは、えー、すごく効果的でしたし、えー、ここの学校は学校全体としてもチームワークが非常に良かったそれからですねちょっとまあ表現がいまいちかもしれませんけれども教育センターの指導主事も巻き込んだこれは特に2年目に何ていう指定でしたっけね授業,授業力向上かなんかの研究指定を別にあえて取ったんですね。 でそれによって指導主事の先生方も巻き込み,き込みやすくなったというか来やすくなってそれまではですね結構こう,なんていうインフォーマルにまあまあとか言いながらやってたんですけれどもっていうのがありますでさらにですねここは余計なことかもしれませんけど吉崎先生も途中から参戦されてですね毎回授業券にいて僕はあの大変ですねあのまあ勉強にはなりましたけれども吉崎先生にも加わっていた。 岸先先生生っってていいう明治大学の先生にも途中から加わっていたですねこの先生はもう僕らより先生に溶け込んじゃってですね、えー、まあ一緒に事業系やってもで何て言うんですかね明るくなったっていうか、まあ、そういうようなので, <laughs> で僕はだからむしろ無理な要求で追い立てるアドバイザーとしての役割でですね、えー、まあそれをなんとなくみんなで調整したりカバーしたりですね えー、しなながらやって,っっていいたととうのはこのこ特徴かなと思いますですから研究発表会の時も、えー、こういうふうにもうね誰かがしゃべれるんじゃないもうみんなでやるとそれからワークショップもそうですし発表もですね、えー、こういうだから表現なんかも先生たちがみんなやるこれ情報活用能力の成果じゃないかなと思うんですけども、えー、こういうのを作ってそれぞれ発表するなんていうのをやってました、えー、ちょっと時間過ぎましたけれども「えーま、僕流」に解釈すると「 えー、子どもも先生も情報活用の実践力の向上を実感しながらやったとむしろ先生たちのワークショップで情報活用をやってたんですよねそれこそ集めるから、えー、何でしたっけまとめるから何からっていうのねでそこで先生たちが共同して学ぶっていうことの楽しみが次の授業に反映されていったでさらに研究の成果を自信を持って他の学校や地域に紹介し広めているっていう、まあ、そういうふうな成果があったと思います。 ただですね僕、1つだけ気になっているのは研究のプロセスで先生たちが学んだことは非常に大きかったと思うんですけどもその成果だけからですね普及ができるかっていうところは若干心配な点というかですねこれ、やっぱ体験的に学ばないと難しいのかななんていうことがあります。ただ、これに関してはですね平小学校2年間のドキュメンタリー映像が、えー、パナソニック教育財団のウェブにあるので僕、これすごくよくできていると思いますのでぜひご覧いただければと思いますはい以上で終わります。 はいありがとうございましたいろいろ突っ込んで聞きたいところがあるのですがあの後に取っておくことにして続きまして柴田に中学校をあの支えられた寺島先生よろしくお願いいたしますはいよろしくお願いしますそれでは私の方から柴田に中の取り組みを振り返ってのお話を少しさせていただきたいと思います。 一番初めですね、えー、っとまあつながる学び活用型とかって言ってましたかね。で、ICT を使う。これから予算の使い方としては、えー、っと iPad を買ってどうのこうのっていうお話を受けて初めて行った時の授業です。そもそも学校にもうこの前にある生徒の横にあるプロジェクターもガタガタガタっと持ってきて、えー、っとなんとか設置して。 スクリーンもあの、まあ、今までそんなに使ったことあるかっていうとそうでもなく、えー、とかなり事業に苦労事業自体は頑張ってされてたんですけれどもかなりあの苦労されていて先行きがかなりあの不安になったのを覚えています正直ここで活用型だとかもうタブレット端末とかこれは2年の間で正直無理だなっていう具合に私としては思いました。で このあとなんですけれども2年間進められてこういう部分であの頑張ってされてきたところが出てきましたここの学校まあ比較的大規模で大阪の高槻市なんですけれども授業研究文化がそんなに、えー、っと他に他と比べて進んでいるとはあまり思えません若手の先生先ほど平小学校のお話も一緒なんですけれども若手の先生もかなり多く。 しかもこちら中学校で教科専門に分かれててなかなかそういう交流が図れないという前提がある中でみんなが一歩踏み出してまず、えー、っと簡単ではあるけれども、まあ、活用型動向っていうのは置いといて ICT を活用した授業をまず実施してみるところからみんなスタートをしましたとでそれが教科内だけではなくて教科を超えて議論したっていうところも成果になると思います。 そして事業改善につなげてていったそして第2のステップとして ICT を活用した事業のバリエーションがさらに広がったっていうのは今日先ほど吉田先生の紹介の中であったという具合に思いますし私から見ても継続さされればさらに良くなる見込みもあります今日紹介されてたように生徒からの評価なんかも活用してエビデンスを収集しました。そして もう少し内容表としてら精査した方がよかったかもしれませんけれども研究会とか冊子などを通してかなり積極的に外部公開されたんではないかという具合に思っています結果学校として頑張っただけではなくて地域の拠点校になりつつあります ICT のモデル校であるだとか小中一貫というようなキーワードを持ってかなり高槻市の中でも注目されてますしいろんな 学学校校の先生方が見にに来る学校になっていますでそれは学校として頑張ったのもあるけれども合わせて研究会とかでは必ず市の教育センターの人が同席したりコメントしたりすることで、えー、っとあるいは ICT 基盤整備にもかなり貢献されていたように思います学校だけではなくて地域とタイアップしながら進めてきたところに特徴があるのかなというように思いますでえー、っとその中で進め方やっぱり一 一気に、えー、っといろいろなアイディアを持って出し合ってやるっていうよりかはまず誰でもできるステップ1で一斉指導を分かりやすい授業のための ICT 活用を進められたところに特徴があると思いますでそれに加えて2年目以降ですかねそれだけではなくて必ずしもこれ全員からは確認されなかったんですけれども ICT を活用し生徒がつながる授業中学校の授業とかく あの一斉指導の割合が一般的に多いですけれどもそれをもう少し見つめ直して、えっと、事業の改善を図られたというところに特徴があるかなというように思いますで今日お話を伺うと、まあ、初めてだったんですけれどもステップ3みたいなものを用意してそれを少し発展させておられますねで結果アフターなんですけれどもまず 環境整備としてはどこの教室もこれ別に学校として整えたわけでは結果ないわけですけれどもあの高槻市によってプロジェクターの設置などがかないましてこれをどの先生もきちんと使われている様子が確認できます右があまりにきっちりされてて先生みたいに見えるんですけど生徒なんですがえー、っと <laughs> 他になんか生徒っっぽい写真なかったです <laughs> これが、えっと、生徒の発表とかそういうような活動にも結びついているで先ほどタブレットっていう話してましたけれどもこれも段階的に入れていって、えっと、生徒同士の交流を図るだとかそういうような活動も行われていくようになりましたで授業としてよりバリエーションがある授業になっただけではなくて、えっと、それにはですね 校内において協力する体制みたいなのが出てきたという具合に思います。えっと授業も毎回私が行ったときは3つぐらいの授業が同時並行に行われ、その時にはあの分科会に分かれてそれぞれの授業について議論をします。議論をするときはえっと スクリーンがありますけれどもその前に誰か担当の先生が授業の様子を iPad で撮影していてそれを映し出すことでこの場面はどうだったかとかっていうように画面に基づいて場面に基づいて議論をしたりだとかあるいは右下のように全体に報告するようなシステムを取ったりしていましたそういう形でえっと見てない授業でも情報を共有したりだとか一緒に考えたりするようなことを 1>, 1年目の終わりぐらいから2年目ぐらいからですね、えー、と繰り返すようになっていきましたそういうスタイルっていうのは実際の公開研究会にも取り入れられて柴谷中の先生と、えー、外から来られた先生たちが議論をする一つの仕掛けとして、えー、有効に機能していたんではないかという具合に思います。 これとは別に、えっと、私としてはちょっと参加できなかったんですけれども iWork という ICT のスキルを取り立てて学ぶような研究会をもう少し、えっと、別途開催したりだとかそういう交流する場の工夫みたいなものもだいぶ2年間の間で発展されて工夫しそして共有を進めていかれたんだなという具合に考えております。私からは以上です。はい、いありがとうございました。 それでは続きまして、戸畑高等学校のアドバイザーでいらっしゃった、景斗先生、あの解説をお願いいたしまき、はいえー、今日皆さん、の朝から、えー、プレゼンテーション20本ぐらい、ファイルを見られてるわけですけども、えー、20年前と違って、ですね私、始めたのはちょうど20年ぐらい前なんですけども、大体のプレゼンテーションのデザインがですね、えー、まあ、過剰書きで効果的な写真が選ばれてて。 結局、プレゼンテーションが普及するコミュニケーションのデザインとしてプレゼンテーションが普及するというのはやっぱりあの10年ぐらいかかるんだろうなということを思いながらやりましたそういった意味ではあの私いろんなあの戸畑高校を行かせてもらいましたけども戸畑高校が普通科としてあるいは進学校のとしてですね ICT をどう使うかというのが普及するのもやっぱり5年ぐらいかかるんだろうなそういった意味では どういうプレゼンがいいのかと同じようにどういう普通科でのデザインがいいのかという一つのモデルの提供になったんじゃないかなというふうに私は考えております。それであのこれは生徒アンケートを去年取らせてもらったものなんですけども、まあ、教材が分かりやすいとかですね集中して聞けるだとか板書との連携は重要だとかいろいろこう出てくるわけです。で何が言いたいかというとやはり生徒がよく見えている。 見えているからあの欲しい情報ここで引っかかるここでつまずくというところを適切にプロジェクターと PC で展開できるところがあるかと思うんです。で先生方は必ず板書と、えー、このプロジェクターで時にはこう,う実物を使いながらこうやられるわけです。でこの戸羽高校の先生は板書がとっても上手いんですね。おそらくこの先生たちは。 チョーク一本で非常にいい授業をされる先生たちが集まったんだろうと。だけども、なぜ使っているかというと、やはり使った方がはるかに集中力が高まる、そして理解度も高まるということを実感されているから、ほとんど全ての教科で展開されております。こういう数学での情報ボードの活用もありました。国語なんかは、こういうふうに縦にですね、漢文を書いて、ここと、 手元のこのペーパーパとの連動常に生徒目線で展開されてたという普通科進学校センター試験ということがいつも頭にあるそこで成果を出すということが必要とされている高校の実践だったんじゃないかなと思います。で普及ということからいきますとそういう政党目線での教材開発ということがありますしこれは140名 大山先生が説明されましたがそういうところでの展開の事例です。で学習の成果を出すというところでこれ自宅からアクセスしてですね先生たちのプリントが見れるということです。で教科書会社とも連携を取られてコンテンツが上げられている。これで 塾へ行くが少なくなっておそらく自宅での学習時間学習のデザインということをある程度サポートしてるってことが言えるんじゃないかなと思います、まあ、英語のコンテンツであれば近頃であればなんか必要なところが塗られてですね見えなくなるとかそういう形でいいコンテンツが出ておりますでちょっとまとめますとこのパナソニック教育財団のこの財団 申請される時に、やはりゴール設定として実際には300です400あるんですけども300のコンテンツを作りますよということでそれでここで一番私素晴らしいなと思ったのはこれですね学校教育力として対先生教頭先生とリーダーになるお二人の先生そして 生徒の意識を常に確認をしながら展開するということそして学校の中ではモデルになる先生え若手でチャレンジしようそしてフォロワーとしての先生といろんな展開があるわけですそしてそれをうまくサーバーを使ってですね自宅でのとの連携も図られている。 でデジタル教科書の英語の研究会も開かれたりある程度地域での ICT 教育の推進校になっているということです。でまとめますと、えー、センター試験に取り組みながら今後は大、えー、山先生がおっしゃったようにその生徒の参加の組み入れというその先生が、えー、教科書をきちっと伝えるもちろん えー、大学行くわけですから基本時間を踏まえてほしいんですがそういう縦型じゃなくしてこれだけではなくしてさらにこの横型の生徒同士が英語の方では取り組まれておりましたがそういう取り組み生徒同士がコミュニケーションを取りながら新しい知の発見をする生徒のなぜやそうかとかいうものが生かされるような横型コミュニケーションというものが 出てくるとあいいんじゃないかなということを考えました新学校の一つのモデルとして私は無理なく学校教育力を二つの戦略先生と生徒に焦点を当てた展開として非常にいい成功事例だったと思いました以上ですありがとうございましたちょっとここでね先生には補足をお願いしたいなと聞いてて思ったんですけれども その最もこれが大事だとおっしゃってた学校教育力戦略、はい、これはやっぱり学校長が構想し実行しておられるんですかね、それとも複数のリーダーが話し合いながらけん引してるという感じなんでしょうかいやこれはの学校長、途中で変わったんですけども、うん、学校全体をいい方向に持っていきたいという教師集団の意識ですね。そ、うん、それとやはりあの,その ある程度、公開ということを日常的にされていますので、あの外からの評価を正しくしていただくための工夫という緊張感が学校の中に常にあった、野中先生のおっしゃったリーダー性と、中堅の役割が明確だったかなと思います。うん、はい、ありがとうございました、えー。もっともっと聞きたいこともあるのですけれども、えー、と次のですね、あの 徳島県立盲学校のアドバイザーでいらっしゃった金子先生のお話をまた聞いた後、えー、意見交換のタイムを持ちたいと思います。徳島県立盲学校に伺わせていただきました、明治学院大学心理学部の金子と申します。 えっとあのまあ、先ほど、盲学校の様子は小杉先生からご発表があったと思います、まあ、あのこのパナソニックの研究の中では若干あの異質だったかもしれません、えー、とりわけ、この2年間の特別研究指定は今回あの特別支援教育では初めてなんですね。 えー、ということもありまして、まあ、若干ちょっと補足をさせていただきたいと思います、あのー。ご存知だと思いますけれども、国連障害者の権利に関する条約というのは、今年の1月に批准されたんですね、でそれによって、障害のある子どもたち、まあ、これはあの大人の社会もそうですけれども、この下にありますように、平等の権利を保障するための合理的配慮が必要だということになったんですね、これを用意しないと、それは差別になると。 いうことになりました。で、まあ、障害者差別解消法なんて法律もできたりしています。で、この障害のある人達、まあ、この障害者基本法の中でもやっぱりそういうことを言ってるわけですね。障害者の教育に関する環境整備の一つ,一つとして、適切な教材等の提供というものがまあ、障害者基本法の中に加えられたということです。 今申し上げた障害者差別解消法というのもここにありますねこれは2013年の6月去年できたんですが実施は施行はまだあのもう少し先です急に言われても間に合わないだろうということですねでそこで言われているのがその合理的配慮学校で勉強するあるいは社会に参加するためには配慮が必要だということですね学校国公立の学校ではそれを用意しないと えー、あの差別ということで、えー、義務違反とということになります私立やあの市企業ではあの努力義務ということにはなっていますが、まあ、いずれにしましても障害のある子どもたちにその学習が十分にできるような環境を整えるということが学校に課せられた義務ということになります。でこれはもちろん先生方もそのもとにあるわけですね。 障害のある子どもたちが理解しやすいような教材を用意するあるいはカリキュラムを用意するということが求められているわけですまあ ICT 活用の意義っていうのはことはあの障害児教育の中ではあの長く言われてきましたあの障害の保障つまりあの視覚障害があればそ,のそれ以外の感覚を活用するあるいは 残った能力を十分に使えるような教材を用意するあるいは指導法を工夫するというようなことですね。アシストテ,テクノロジーなどなどということにも盛んに言われております。 えーまあ、認知発達っていう視点から ICT 活,活用を考えると、まあ、視覚障害の場合には、まあ、こういったことが言われると、まあ、こういうことをあの徳島県立盲学校の先生方と共有しながら研究を進めてまいりました。でまあその感覚の障害を補完するというふうに申し上げましたけれども。 それは決して見えにくいものを見えやすくするということだけではないわけですねマルチモダリティ多感覚を活用するというようなことにも十分配慮をしてくださいということを何度も申し上げました見えやすくすればいいということではない見えにくい部分を別の聴覚や運動感覚ですねそれで保証,あの保証していくと。 それを統合していくということが概念化のためには必要だということを申し上げてきました、まあ、これはあの小中学校高等学校での ICT 活用でもそうかもしれませんねとかく、えー、画面の上だけにこだわるといいますかねそこでの見え方に関心が向きがちですけれども体を動かすということ いろいろな感覚を総合して活用して概念化を図り学習を進めるということの必要性。ということをこの盲学校でもあの特に。配慮していただきました。でまあこれがあの県立盲学校簡単にここで書いただけです。あの先ほど小杉先生の盲学校の発表の中でもあったと思います。えー、まあこれ私最初に教員の I. C. T. 活用のスキル。これが。 初めは非常に厳ししい状況でした、えー、線をどこにつないでらいいか分かんないあるいは、まあ、あの全盲の先生もいらっしゃいますねことは悪いかもしれませんけれどもまさに手探りの状態でしたでまあそういう中で先ほど映像で見ていただいたように全盲の先生もパワーポイントを作りそれを教材として提示するということを まあ音声による読み上げを使ったりするわけですけれどもまさに先生自身が ICT を活用して、えー、授業を進めていくということですね。そしてまあ肝心なのはこの支援の個別化ということです。えー、先ほど来あの小杉先生もおっしゃってたように見え方というのはいろいろですね。うんそれから、ね、年齢もご覧になりましたかね18歳から63歳まで生徒がいるということです。 これまででのキャリア様々ですね63歳の本当にあのもう先生方よりも年配の方もいるし、えー、若いあの徳島県立盲学校の方がパラリンピックで金メダルを取るなんていうあの若いか柔道で金メダルなんていう若い方もいましたけれども要するにあの生徒の障害あるいはあの状況というのは多様化していますねさまざまです。 そこにいかに個別化していくかっていうことですね。まあ、それもあの提示の仕方の工夫ですとか、えー、先ほどもちょっと申し上げたあのいろんな模型を使うですとかね、そんなこともしながらあの進めていきました。あのまあ、後でまた後ほどあの課題のところでお話しますけれども、この個別化した 指導のデータ、まあ、これ特別支援教育の方では個別の支援計画というものを作らなければいけないというふうに障害者基本法でなっております学校では個別の教育支援計画あるいは個別の指導計画、まあ、やたらこの個別の計画というのは出てきますそれだけ個別性が高いわけですけれどもそれを蓄積していくということがこれから求められるそしてこの最後に書きましたけれども普及ですね 定着普及ということはあのやはりこういう生徒の個別性が高いだけにそれがまた難しい、えーまあ、そこをどういうふうにこれからクリアしていくかということが課題ですそれはまた後ほどお話しできればというふうに思います、まあ、これさっきあの小杉先生のプレゼンでも出てきましたけれども一人一人、えー、こうやってあのあこれ何 あのどういう学習をしてるのかっていうことについてあまり皆さんイメージを持ってないかもしれませんね。あのこの学校この専攻科では鍼灸師ハリアマッサージですねその資格のための、まあ、国家試験があるわけですけれどもそれ,をおそれに合格するための教育をしてます。こ、えー、こうういいったこれあのななんでしょかかかかね視神経かなんか細かい あるいは針球のツボの名前をねあの難しい漢字をいっぱい覚えるとかねそんなこともあります、えー、そして手で触ってそれがわかるあるいはあ先ほどあの映像でも動画でもちょっと出てましたねそのマッサージの動きを生徒が学ぶということが必要になる、まあ、そういったことであのいろんな工夫をして えー、来てくださってました。まああのちょっと申し上げたようにこれからどうくあの普及していくかということですね、えー。はい、それがこれからの課題になるかというふうに思います。はい、私からは以上です。えー、ありがとうございました。それでは四校に加えまして、えー、京都市立一橋小学校のアドバイザーを務められた、えー、東北大学大学院情報科学研究科堀田先生から。 どうこうへのコメントを私、預かっていますので、少し抜粋して読ませていただきたいと思います。一教小学校の研究の成果は大きく分けて2つあると。1つは、本校が一貫して活用してきた学習支援カードの存在である。もう1つは、本校の研究の結果として導き出された小中一貫カリキュラムとしての情報活用の実践力の系統表である。 情報活用の実践力の期待値を学年ごとに具体的な文として書き出し、関連する文をカテゴリーごとに線でつないでいくことにより、情報活用の実践力の開目標の系統性が明らかになった。続きまして、堀田先生からそのような成果がいかなるプロセスで導き出されたのかということについても解説があります。1年目の最初は、 混乱の中にあった情報活用の実践力の定義は抽象的かつ曖昧であるため教員間で同じ能力イメージを持つまでに随分と時間を費やした。また情報活用の実践力が幅広い能力であり1時間の授業で身についたかどうかを検討することは困難であることから授業研究として取り組むことが難しかった。こののような状況から一つ一つつ実践が 果たしててて研究としし修練していくのかについての不安も見られた。しかしながら2年目は窓口強化を絞ったことにより算数科では情報の取り出しを中心とし国語科では情報の整理と発信そのための言語活動の充実を中核に据えることで強化の目標を達成しながら情報活用の実践力を育成する事業を 組み立てることに研究がフォーカスされた、まあ、あと少しあるのですけれどもあの割愛させていただきまして一挙小学校に対するコメントは以上のようなことですさてそうすると5校の取り組みというのをアドバイザーの目から解説していただいて複数の学校からの,の学校の取り組みに対する解説に共通していった 言葉キーワードって何だったですかね、まあ、いろいろあると思うんですけれども例えば全員参加だとか共通理解といったことがあるかと思います一挙小学校のコメントを堀田先生から賜った中でも、まあ、同じイメージを持つのに時間がかかったっていうようなくだりもあったかと思います一つにはその共通理解とか全員参加 そのための情報の共有といったようなこともあったでしょうか。また、もう一つの取り組み方として、えー、研修というか、組織学習というか、まあ、学校としてそ、それぞれの先生がどういうふうに授業力を高めたらいいのかを、まあ、組織として学びをプロデュースするということが、いろいろとこう工夫されているというお話あったと思うんですけれども、 どうですかねそでご覧になっていたアドバイザーの目から見てこういう研修が2年間の中で非常に印象深い良かったというふうに見たり聞いたりしたものについてピックアップしていっていただけないでしょうかどなたからでも構いませんがはいじゃ先生お願いしますあの 数学の前田という先生が作った教材を若手の先生が使うということを促進されるんですねでその前田先生のお作りになった教材を若手の先生がやるとその授業そのものがその人の研修になっちゃうんですよねなぜここでこの部分をやあの扱っているのかなぜここで赤字になっているのかというマークされているのかという。 そういった意味では教材の開放そして共有ということがイコール、まあ、2007年問題というのがありましたけれども、えー、暗黙知というものが、えー、ICT 教材のパワーポイントを通じて若手に伝授されたという自主研修につながったという事例は戸端高校ではありましたわかりました。ですかかからこう教材というかコンテンツといいううコンンテツ そういうものをアウトプットとして持っているということは。その人の授業そのものだけじゃなくて、他の方の授業を良くする。いい装置になっているということですよね。他の先生方、いかがでしょうか。はい、金子先生、お願いします。はい、あの先生方同士がね、協力するという点では、あのまさに盲学校ではそれがありましたね。あの全盲の先生が教材を作ってというお話を先ほどしましたけれども。まあ、初めからそれを一人でできるわけではありませんね。えー のの目の見えるる先生と一緒になって作るわけですそこで当然単にパワーポイントを一緒に作るということではなくて事業論の展開がそこでであるわけですねど,どうしてここでこういう色にするのかこういうふうなものを見せるのかそれについて先生方同士の,そのディスカッションがある。 わけですねそれによってまあ今までもちろんそういう形でのコラボレーションというのあったわけですけどね ICT そのできる人できない人いるわけですよそういう中であの一層その先生方同士の協力関係といいますかねそれも指導法をめぐってのいろんな議論それが深まったんじゃないかというふうに思いますね。お二人いいかかがでしょうかはい、えっと先ほど申し上げたことと同じことになるんですけれども。 事業については教科会議というものを通して教科の中で議論したものを公開していった時には、えー、っと誰かが先行的にやったものを 事業研究会の中では誰か別の先生がやるなどして、えー、っとやっていくようなサイクルが少し出てきたっていうことがあったと思いますでもう一点はそういう授業の問題だけではなくてそこから授業研究会とかで派生するような ICT 活用そのものに関する問題とかっていうのは もう少し夕方とかフリーな時間の中で学校の先生方もプラス地元の小学校の先生方も参加されるような形式のアイワークっていうものを行うっていうように授業のことは授業できっちり議論しながら別途 ICT のこともプラスアルファで議論しているっていうようなイメージを私としては描きました、はい、では平どうでしょうかえっとスライドお願いします 先ほどの福山先生のスライドをちょっとお借りしますけれども、まあ、この中でいうと特に先行事業のところとワークショップ型の研究協議っていうのが、えー、僕はかなりここの学校の取り組みでは意味があったと思います。えー、まあ一つはその先行学年3クラスぐらいでしたかねその他のクラスが同じ事業を先行してやって、えー、次のクラスもやってそこでかなりその学年の先生方がディスカッションをして えー、授業やでそれがつまりカリキュラムに反映されるでそこの過程はですね僕らはあまり関わらなかったんですけれどもかなりいろんなこう試行錯誤が行われたりディスカッションが行われたりでそれをもとに、えーまあ、授業研究会が行われる。でこの授業研究会に関しても少、えー、人数でその授業に対してやるっていうことに加えてワークショップ型ので今度はこう。 少しこうグループを変えたりですね、人が混ざって、えー、それらを対象化して、えー、重要な点はどこにあるんだろうかでこれがかなりこうこれを継続していったことであの先生たちのですねまあいわば共通理解が深まり重要なポイントっていうのが明確になっていったんではないかなというふうに思います。えっと平小学校だからいろんなその研修のバリエーションを持っていてでそれぞれに 工夫もあったというふううふに思うんですけどその辺りはさっきの研究推進リーダー二人体制っていうのも大きな影響を及ぼししてるでしょうかそれもあったかもしれませんし、まあ、その辺に関してはですね、えー、と事前にメール等で、えー、と私と打ち合わせをして時々ちょっと修正を加えたりとかですねいろいろありましたけども基本的にはその人お二人の先生、えーまあ、どちらが中心か僕実はよく分からなかったんですけどもまあが あのかなりいろいろ話し合いをしたりですねしながらえ進められてそれ,それも大きかったたよううに思いいいまますはい、ありがとうございました今のお話も含めてもう一つのキーワードすなわちそれぞれの特別研究指定校が十分な成果を上げたことの,です、ね、あの手がかりというのはまあリーダーシップにあるということだと思いますけれどもこれちょっと掘り下げる時間もないのでこのキーワードを頭に残すということだけにとどめたいと思います。 それでは第2部に入りたいいと思います、えー、っともうすでに各学校こんな風に発展した研究をしているだとかあるいは周りにこう広がってるだとかさらに今できてないけどこれもぜひ着手してもらいたいそういう期待もですけれどもねこれから各学校についてどうお考えなのかお話を賜りたいと思います。 今度は逆の順番で、金子先生からお願いしてよろしいですか、はい、あの今後の課題ということですが、まあ、先ほど最後にちょっと触れました、あの私のスライドをお願いします。そうですね、あの個別の支援計画、まあ、それぞれ一人一人についての子どものそういう計画を作っていくわけですが。 まあそれを積み上げていく、そしてそれがこう引き継がれていくわけですね。まあ PDCA サイクルなんてことも盛んに言われます。からあの苦労して作った教材教具をまあ蓄積していくということもね今あの進行してます。えー、そしてそれを学校の中で共有するということですね。まあ一緒になって作って一緒になってまた使っていくと。でまあ今後の課題この徳島文学校としてはですね。えー 全国的なネットワークの中でその情報共有を図っていきたいと、まあ、ここに気象事例なんていうのを書きましたけれども先ほど来申し上げているようにあの生徒さんの状況っていうのは本当に一人一人違いますねこういう病気でこういう見え方をしてだからこういうのが課題だというなのがその学校の中では一人しかいないなんていう場合があるわけですね。 でそれもちろんその一人のためにその学校では一生懸命教材開発するわけですけれどもそれを他の例えば北海道の盲学校では同じような症例を持った生徒さんがいるかもしれないで北海道では北海道でまた苦労してそれを開発してるわけですね。でそれをぜひこう共有できるように まああの先ほど奈良の養護学校のご報告でもそういうデータベースを公開していくというようなお話がありましたねそれをやってらっしゃるというお話がありましたえまさにその特別支援の場合にはレアケースですのでねこうやって広いネットワークの中で共有していくそれによってそれぞれの事業実践を質の高いものにしていくということが まあ通常の学校以上に求められているかと思います。えー、まあその辺をこれからあしていければなというふうに思っております。はい、以上です。はい、えー、どうぞ続けて掛元先生お願いいたしますで。ちょっとご覧になってください。あの先ほどあの大山先生の話の中にこの反転学習という言葉が出てきたんですね。 まあ、あのサーバーから、えー、授業で使ったですね教材であるとかここだけは絶対という基本的なものを自宅で学習ができる、まあ、この反転学習というのは今あのフリップとクラスルームつって韓国であるとかあるいはシンガポールとかでですねあるいはあの土曜とか休みにしちゃったから何、えー、とか学習時間,時間を回復したいという思いからいろんな工夫仙台の方でもやられてますけども、えー、これはぜひ継続して。 実験的にやっってていいいたただきたいなととうことを思っておりますそれからこの「バンキングスタイル」とここに書いてますけどもこれはパウロ・フレイルという方が、えーとまあ、効率よく、えー、必要な情報だけをため込んでいくそういう教育もあるけどもそれでは、えー、クリエイティビティであるとか新しい知の発見ということがなかなか難しいよという指摘をされているわけです。それで 先ほど大山先生が英語プレゼンテーションを生徒たちに3月にやらせましたとありましたけどもあの私はの仕事柄シンガポールとかアメリカとか韓国とかそこのセカンダリですね高,高等学校あるいは中学校を見てきますけど必ず現地ではその生徒の参加を組み入れて要するにこれを横型コミュニケーション 今あの戸端は、えー、縦型はうまくいって効率よくいってるんですけどもこの横型コミュニケーション大山先生なんかも授業の中でねあの授業の中でやってらっしゃるのを私見させてもらってるんですけどもここを追求するとさらにあの生徒が表情が変わってくるかなという気がします。 実際に政党がですね自ら発表したいですかっていうようなことを項目の中に入れていただいたんですがそれは政党の方は発表したくないとかですねあのそういう回答が多かったんですがぜひこういうセッティングをしていただくとあのいわゆる世界の大きな 21st century skills という共同でものを考えて新しい知を発見するというそういうところ があのまた戸端高校の中でもテーマにしていただければなぁと思います以上ですはいありがとうございます続けて寺島先生お願いいたしますはいえっと柴谷中学校に当時これからの課題として提示させていただいたのは今前の前に上がってるスライドです でえー、これからは ICT っていうよりもむしろ事業設計のことを課題にしていくっていうことでエビデンス学力としてのものが欲しいですよねということなどを申し上げましたで加えてせっかく頑張ってされてきたのでそれを自分たちのものにするだけではなくて見える化していくっていうことが必要かなという意味で、えー、っともう一応教科指導のことであるだとか えっと研修スタイルのパッケージ化とかっていうことも言いましたあるいは先ほど木原先生からお話があったようなリーダーシップに関して結構芝田中の場合は今日発表していただいた吉田先生が本当にガリガリパワフルに。 頑張られるところだったのでそれができればあの同じように他の先生方もできるようになればいいかと思ったしかなりあの校長先生が裏側でえー、っとそういうネットワーク作りについて動かれるところがあったのでそういうことについてもなんか理解していけるところがあればいいのかなっていうようなお話を当時させていただきました。ででええー、っっとともう1回、えー、っとそれれ今日拝見してこああのあまり 皆さん見てくださってないのかも分かりませんけれども年に3回ぐらい私たちアドバイザーコメント書いているんですよねホームページにですねで最後の回で私が書いたコメントはこういうことだったんですけれどもこれを次の夏にお会いした時に見ますとまで書いてあるんですけれどもこの3点について今日確認をえっとしたかったなという具合に思ってます。 でえーっとまあ、真ん中のやっぱり学力向上のためのエビデンスというのはなかなか難しいところがあるのかなという具合に思ったのと一方、ただ、えー、今日ご発表を聞いていると市内の学校などとの連携というのは進んできたのかなという気がします。でえー、っとごめんなさい で一番初めの教育に対するビジョンの捉え直しとかっていうのはすいません行ったり来たりでステップ2のところになってくるとみんなが思っているような学力のあり方だとか生徒がつながるだとかっていうイメージがかなりいろいろあると思うし授業のやり方もいろいろあると思うんですね。そそうういう中でその授業を ある事業を通して議論することも必要なんですけれどもそういう大きな意味でのビジョンというのをもう少しあの組織の中で一般的に検討していくことがこのステップにおいては必要かなと思ってますしばた中に行っていてもそれぞれの先生の持たれているその事業に対する考え方というか、まあ、信念といったりしますけれどもそういう部分でかなり違ってくる部分が出てきたのではないかと思います。 そういう部分をやっぱり議論する場っていうのが必要かなという具合に考えていますそこでえっと他の学校の事例なんですけれども私も柴谷中のアドバイザー終わりましたので今その後えっと多摩市立の相場小学校今日も来ておられますけれども、えー、訪問しておりますまだ二回ぐらいなんですけれどもネット上ではすごく iPad を活用して有名なあの学校っていう形ですごく ね、NHK のニュースにも出てますしメディアに取り上げられているんですけれども私一つ注目しているところとして校長先生の目標設定とか経営方針そのための経営の具体化みたいなところが非常にユニークで面白いかなという具合に思っているんですねそれをまた先生方が共有されているところをすごく興味深く見てますそれを学校の中でどういう具合に進めていくのかっていうのも研究にあたって必要なのかなという具合に考えます でえっと、下の2点に関しては、えっと、佐賀県の今多久の学校に行っているんですけれども学校としての外部人材の活用学校の中でやっているだけではもう絶対限界が見えてきますのである部分ではその研究者の人に何か講演をしてもらうっていう機会もあるかもしれませんしある部分では共同してえっと 周りの学校と一緒にネットワーク化を図って研究を進めていくっていうようなことも必要かなという具合に思いますそうなった時にもう学校っていう枠組みを超えて今度は教育委員会だとか教育事務所だとか、まあ、これ地域によるみたいですけれどもそういうところのネットワークを学校側としていかにうまく築いていくかっていうところが一つポイントになってくるのかなという具合に見ております、えー、私からは以上です。 はい、いありがとうございました。それでは引き続き野中先生よろしくお願いいたします。はいえー、と少し思い出してたらここに座って思い出してたらあの平小学校はその2年間のと途中というんですかね取り組みの中でも結構この普及のことはかなり意識していて、えー、要するにその学校の研究にさっき人のいろんな人が関わったって話しましたけどもなんか うまくこう巻き込んでるっていうか、あのそ,そこの部分も公開して結果的に人が結構そこに関わってたんですね。例えば指導案検討とか授業研究に情報教育の研究会のメンバーが支援をしてて、その結構そのなんていうか授業研究前とかは夜までやってましたとかってそういえばそんなメールが飛んでたなとかですね。 それからこれ毎回事、ね、業権の時に一応、まあ、その授業の前に校長室に行くんですけど何だか知らないんですけど毎回人が増えてるんですね知らない人がいたりですねあのまあ私の知り合いがいたりとかですねなんか誰だっけみたいな何かとにかく,広くそ,ういうその人が一緒に関わって事業権も参加してっていうのがそれから途中で平ら小の先生がです、ね、研究主任が他の学校の授業権や研修等に行って えー、たまたま僕がそこで講師で行ったら「あれなんでいるの?」みたいな感じでですねなんてそういうようなつながりもありましただか,だからそういう意味ではここの学校の取り組みっていうのをこうやってるのがこうやってる途中でも他の人もこう中を見れるようになっているし、えー、そ外にも発信するってことをされていたっていうのをや今思い出しましたでその後ですけれども、えー、今年は校内研究の継続ということで、まあ、カリキュラムの検証と知見の整理を中心なんですが やっぱり評価の部分ですねさっきエビデンスというのもありましたけれども、えー、これはなかなか能力育成の評価というのは難しくて先生方は実感はされてるんですけれどもこれをどうやって、えー、こう知見としてまとめていくかというのが今年やるところでこれもあの私も自主的に2月、えー、9月以降参加してですね一緒にやりたいと思ってあと多教科に広げる。それから 川崎市の情報教育研究会の研究活動の中にこの平ら小学校の知見を生かしてですね今年、えー、進められているというのがあるとでこれ残念なことにですね一般女性に応募したんですが確保したのは通らなかっただから本当でしたらこの辺をですねぜひ財団の方の支援をいただいて特別研究指定校の普及をさらにですね一般研究女性等でですね、えー、支援をいただくとやりやすいのかなと思います。 それからつい先日ですよね、これねあの総合センターの研修、これも情報教育研究会と共催だったんですけれども、この平ら症の成果をもとにしたタブレット端末活用の研修っていうのを行う、いわゆる完成研修の中にこういったものも取り入れる、でさらになんか研究主任の方は他県の研修会にも講師として呼ばれているなんて話も聞いてますから、そういう意味では、まあ、発展、継続、普及みたいなところにつながっているのかなと思います。 ありがとうございましたそれでは一協小学校3部について、えー、アドバイザーでいらっしゃった堀田先生が感じ取られることが文書になっていますので代読させていただきます一協小学校は144年の長い歴史の幕を下ろし統廃合によって新しい学校に生まれ変わった本校が研究で取り組んだ情報活用の実践力の研究成果は新設校の小中一貫カリキュラムとなって 再出発している本校が取り組んできた授業づくりのノウハウは公開研究会のような機会を作ったとしてもなかなか伝えることは難しい授業づくりのようなノウハウは研究に参画した教員たちが新設校または移動先の学校で広げてくれることになるだろう一方で本校が取り組んできた学習支援カードや情報活用の実践力の系統表については 多くのの学校の参考になるだろう一教小学校はすでに並行した今パナソニック教育財団のウェブサイト等でこれらを参照できるようになることが期待されるこのように書かれていらっしゃいますさて今後の方向性という言い方で今お話ししていただいたことをまとめてみると一つにはその授業とか教育の在り方として 冒頭に金子先生がおっしゃっていたやっぱりこう多様性への配慮言い換えれば個に応じた指導というのがありそれとは別の角度で景戸先生からは反転学習が例に出て新しい能力感というのが必要であろうとこれは寺島先生や野中先生も一部触れられたかと思います。 そういうい学びの形というのが一つそのどこの学校でもやっぱり実現してほしいあるいは浸透してほしいあるいは発展してほしいということがあるでしょうか。もう一つは誰がそれをやるのかというときに、えー、寺島先生と野中先生は比較的強調なさったかなと思うんですけれどもそれは一人の教員の、まあ、孤,独孤独なというか たった一人の営みではなくて学校内外のチームによっってです、ね、ももたたらされるるののであるととといいうことだったと思います。で学校の中で、まあ、例えば中学校高等学校であれば教科を超えてだとか、まあ、そういうことが期待されるあるいはえっと竹戸先生が前のパートでおっしゃってた若手と中堅が一緒になってといったようなことでしょうか。 でえっと、新しい展開としてですね学校の中の方が学校の外のさまざまな教育力を持った方とタイアップしてということがいろいろと今たくさん出てきたと思うんですね、まあ、これについて少し掘り下げてみたいと思いますえ一つ掘り下げる角度として、まあ、タブレット型 PC の利用等が増えていますのであの事前にパナソニック教育財団の ウェブページにも質問が寄せられているんですけれども ICT 支援員というような存在についてこれから学校がどう考えていったらいいのだろうかもちろんそのたくさんいらっしゃった方がいいというのは当たり前のことなんですけれども行政の責任というふうに突き放すんじゃなければ各学校はいかにして ICT 支援員あるいはそれに準ずるような方 っていうのを学校の中にこう巻き込むというか、その人たちにいいサポートしてもらうようなあの準備体制を取れるというふうにお考えでしょうか。このあたりまず一番お強い野中先生に聞いてみましょうか。どうですかね。すいません、ちょっとスライドが間に合わなかったんですが、あのまあ国も。 この4か年の整備の中で ICT 支援員というのを明記されていますからこれからまあ行政レベルでもです、ね、それは考慮されると思うんですがまず、平ら症の例からいくと実はこれまあ僕はここは反対なんですけれども研究主任と推進の先生のお二人はかなり強くてです、ね、その支援員的な役割もされていたんですね。あんまり表には 出さないようにして,、ね、てましたけどもだ,からただ本来はそのこれ先生の役割ではありませんのでやっぱりその要するに何ですか支援員のような役割の方とセットでないとタブレット端末の大量導入ってもう無理ですから。 もうそ,そこのところとセットでやるっていう前提でこれから進めない限りはです、ね、先生方の仕事が負担になるだけで,です、ね、僕はそ,のそれが結果的に事業改善につながったとしても先生の方の疲弊していくということになるかなというふうに思っています。んまあ、要するにに行政のの基本的なな責任なので、まあ、そこに 頼るしかないということですか、セットでや入れるという、セットで,です、ね、整備を進めていくというのをもう前提にしたした方がいいでしょうという、うそうは行政関係者の方もいらっしゃってるので、えー、今のメッセージ、受け止めていただきたいと思うのですが、もしそうじゃないとすると、何かオルタナティブがありますかね、寺島先生ハードル高すぎますね。<laughs> <laughs> あの 野中先生と基本的には同じなんですけれどももし、えー、っとあるとしたら、まあ、単純なそのタブレットの活用としてこういうやり方がありますとかっていうことから先生が。 普段から事業力があっていろいろ広げていけるという意味では、えー、とまずきっかけになるこういう具合に活用できるんだよとかっていうところは柴田に中の例でいけばアイワークというような活動をされてましたでここは柴田に中の先生が出てくるケースもあるし結構あの地元の関西大学のサポートを受けて大学院生の人たちがそういう現場に入っていって。 で実際に、まあ、彼らは授業をやるとかっていうよりはこういう活用法がありますよだとかこういう学校ではこういう事例がありますよっていうことは紹介できるのでそういうものを紹介してもらってそこから膨らませたりだとか一緒に考えたりだとかっていうのはあるのかなっていう気がします。まあ、あとは事例が 他の学校も通じて多様に提供されることかなという具合に考えますけれどもそれで何かトラブルが解消されるとかっていうのはやはり難しいことになってくると思うので最終的にはやっぱり野中先生のお話につながってくるかなと思いますはい、えっと、今寺島先生に言っていただいたような、まあ、いわゆる ICT 支援員じゃなくても要するに学校の教育力を高めるために外部の力をどう取り込むかという広い視野で 加藤先先生生や金子先生にもご発言を賜りたいいと思いますよろしくお願いしますあの。シンガポールに行った時に支援員は何人いるんだっ言ったらスーパーサイエンスハイスクールという、えー、とフューチャースクールプロジェクトの一つなんですけど10人いるって言うんですね。でお金どうしてんだっ言ったらそれはあ,の、まあ、あるまあいいですかねある,ある機種を 買ったら、その機種のそうそうがついてくるとあの半年間はついてますよとであのクレセントガールズハイスクールも同じような形でいにあの箱を売るときに PC を売るときにそのサポートとしてその SE がです、ね、あ,のある期間3か月半年間はついてその間にやるとそれともう一つ手あの 決定的に違うのはシンガポールは小中の先生は年間100時間必ず研修しなくちゃいけないんですよ。こういうところに来るとかあるいは主催の教育委員会主催の IT の研究会に出るとかそういうことの中で,うで技を磨く時間がきちっと制度的に保障されていると。非常にこう身近なところだと私の大学の近くに半田市っていうのがあるんですけどもそこは。 高齢者、地域の高齢者の方々にあの、まあ、スキルのある程度ある方に入ってもらっていろいろ小学校のパワーポイントのまとめ方であるとかあるいはプロジェクターの扱いなんかを子どもたちと一緒に地域を愛するというキーワードの中でですね一緒に地域連携でやってらっしゃるという事例もありまますすす以上です、はい、ありがとうございいい金子先生お願いいたします。 はいあの特に付け加えることはありませんけれどもまあ確かに学校の先生方がスキルアップするということもねとっても大事なことだけれども本当にあのどんどんその新しい機会ができてきて技術もねあの理解するのは難しいようなものもどんどん出てきますねそれをやっぱり教員が追っかけていくというのは大変なことだと思います野中先生が最初におっしゃったようにねこれはもうそういう専門のサポーターがやはり まあできればあの公費でと言いますかねあの公の費用でつくということがこれはもう絶対必要だと思いますね、えー、た,ただでさえあのなんか最近の発表では日本の学校の先生は非常にその労働時間が長いとかねそういうこと言われてますよね雑用も多いなんてことも言われてます。えー、あの、うん 私が伺っていた徳島の盲学校ではこれはあの公費で支援員の若い方がついてましたね、えっとまあ、頻度はそう多くはないようでしたけれどもそれから東京の特別支援学校などでは再任用の校長先生があの来て下さったりしますけどもそれはあのまあいややめましょうお年寄りだからなんていうことはね <laughs> なかなか難しい。 あの、それと地域のボランティアの方ですね。これはあのまあ、それもどちらかというと、あのご高齢の方が多いんですがね。でも、やはりそういうあの専門の仕事をされていた方もいらっしゃします、えー、そういう方がボランティアで来てくださってるとこなんていうのは本当に学校中が。 非常にもうは非常に早い時期にあのそういう環境整備ができたりしてましたね。まあいろんなツール、いろんなリソースを使うということだけれども、やはり最終的にはあの行政の責任で人をつけていただきたいというふうに思いますね。以上です。はい、ありがとうございました。えー、ちょっと視点を変えてではしかしおそらくこれが最後のあのコメントをしていただくことになるかと思うんですけれども。 学校がそのあるいは教育行政が実践研究を発展させるために何をどうすればっていうのと並んでパナソニック教育財団は特別研究指定校が頑張ったことっていうのをですねその続けてもらうためにあるいは各地域で拠点校となるためにどんな支援がありうるでしょうかこの点について皆さんがお考えなこと例えば あの野中先生は少しあの特別研究指定校があのやりやすいような女性枠を持ったらどうかみたいなことも少し触れていただいたでしょうか、堀田先生はもうストレートにです、ね、一教小学校の成果をぜひ、電子的にウェブ上から発信できるような窓口を設けてほしいということでした。 えっと同じようなことでも構いませんし別の切り口でもいいですからまあ財団さんに向けたメッセージっていうのを結びに変えて発していただければ幸いですいかがでしょうかどなたからでも結構ですがはいじゃあ野中先生お願いしますはいあのさっきも言いましたけれども特別研究してこの成果を普及するっていうところでの女性っていうんですかね そこまでセット、もちろんあのそれは手を挙げたところでいいと思いますけれども、それからスライド、すみません、これ、先ほど木村先生がジャエットの京都大会のお話をされましたけれども、今回ですね、ワークショップ7枠のうちですね、3つがなんと財団関連なんですね。1つ目は、えー、と私と豊田先生で開発を、助成を受けて開発したその学校情報科の診断システム。 のの使ったも2つ目はまさにタイトルにパナソニック教育財団実践研究助成これは木原先生が担当されますで3つ目が一挙性のですけどね、まあ、京都地元っていうのもこういうところでアピールをする、まあ、あるいはそういう、まあ、いわゆる全国レベルのところもちろん財団も全国レベルですけれども、まあ、そういうところにこうもっと積極的にこう連携していくっていうのも一つの手段かなと思いますはいありがとうございました他の方いかがでしょうか えっと結構最終的に成果物が出来上がってくるものがあって堀田先生のご意見のようにそれを公開をもう少し広くっていうお話だと思うんですけれどもその成果物の公開にプラスアルファさせて、まあ、先ほどのジイエットの取り組みのようなもので構わないと思うんですけれどもそれをどういう具合に活用するだとか。 どういう点に気をつけて使えばいいんだみたいな留意点みたいなことが分かるようなワークショップをその地元でやったりだとかっていうことに例えば財団から支援があるだとかえっと当時のアドバイザーがそれに参加したりだとかあるいは別の人がコメンテーターで来るだとかそういうような,なんか継続した会みたいなのが作られてもいいのかなという具合に思います以上です。はい 総務省がですね、えー、フューチャースクールの英語版を出してあの YouTube で発信してるんですよとなるともう韓国とかシンガポールとかアメリカとかもうあそんなことを日本はやってたのかとでおそらく財団の,あの発信もですねある程度強い、えーまあ、今日話題になってます資格優位性がですね あの財団にはあると思いますのでなんかプロモーションビデオなんかでまあティピカルな典型的な実践を僕はアジアの方に発信あるいは世界に YouTube でも発信することによってまたそれを見て向こうからも発信する人のもとに必ず情報が集まりますのでそういう今世界がインターネットとか ICT エデュケーションって世界でみんなで支え合いながら 高めてきたものですよね先生一緒にヨーロッパ行きましたけど、はい。ですからそういう,こう世界に対しての貢献ということをパナソニックは同時に考えていただきたいなと思います特に付け加えることはありませんがあの今世界という話が出ましたねやはりあのパナソニックの知名度というのはもう国際的に大変なものですね。 それを大いに活用して世界に対してアピールをしていただきたいということと今度は逆にもっとあの身近なところですけどね行政に圧力をかけていただきたいと <laughs> まあ今日もあの文科省からおいでいただいてますけれども。あ、あのー ですね、やはり、まあ、あの私のところの伺った徳島でも必ず教育委員会にもご挨拶をしてくださって教育委員会の方も、ね、来てくださったりしてました、えーまあ、そういう具合にあの地元のところでまた,またそのパナソニックの知名度を生かしつつ行政に対してもアピールをしていただければというふうに思いますよろししくお願いいたします。 はいいありがとうございましたあの今、急に考えた話題なので、財団さんもドキドキしながらお聞きになったと思うんですけれども、え皆さん、さすがにいいベクトルを出していただいて、可能なものからぜひ実現していただきたいと思います。それでは、私の方で本パネルについて少し整理をさせていただきたいと思います。スライドお願いしまます、えっと、今日、まあ 各特別研究指定校のプレゼンテーションを聞いている時からやっぱり一つのこう授業像というかこういう方向の学びを子どもたちに提供したいという共通項がありますよね。少なくとも特別研究指定校の取り組みの中には38回39回分合わせてそうだと思うんですけどもう一個一個説明しませんけれどもここに掲げたようなキーワードで デザインされる授業をやっぱり求めて先生方の研鑽が積まれるということだと思います。でまあ、もう一つこれに加えるとしたら、やっぱ掛け算でちょっと色を変えてますけど、まあ、そういうのが一時期のまあイベントだとかお祭りに終わらずえ日常的にですね。展開されるというところまで熟してほしいということでしょうか？ 続きまして今のような授業イメージをですね実現するための前提条件はやっぱりみんなでやってるということだとこれにつきますよねでそのためには組織の工夫あるいは授業研究等の教員の学びのスタイルそれが工夫されないといけないともうこれもちょっと一個一個も例を取る時間ないんですけれども、まあ、そういうその ことについて納得できたと思いま,すまたそのまた前提になるのかもしれませんけれども実践研究の内容についての共通理解まあでもこれお話聞いてると結構時間かかるってことですかね、まあ、そういう意味でと特別研究してこう2年あるの大きいなという気もするし一方で2年が3年だったらもっとできるのかなと思ったりしないでもありません。 えっと、そういうことを進めていく限られた時間の中でねその時に学校長それからそれに次ぐ方またその人たちにある種の厚みがある方がいいとそのことをまとめて重層的なリーダーダシップと呼ばせていただきますで今のようなことを前提にした上ででは定着普及に向けて直接的に何をすべきかと。 いうふうに問われると一、まあ、つには、まあ、あの先ほどもちょっと言ったことと重なりますけれども校内研修の量的でもそれ以上に大事なのは質的充実であるという感じですね。全員参加だとかあるいは授業間の転換ということを可能にするような学びを誰かがプロデュースしないといけないと。でそれが中から生まれたり外から刺激を受けたり。 まあその繰り返しなのかもしれません。で、えっとその誰かに言われてですね、これやりなさいと終わる2年間だと、その時だけ頑張れても後続かないという感じがして、えっとどういうその研究にしていくかっていうことについて、いい意味での模索の時期があり、それを経て野中用語では割り切りですか。ちょっとかっこよく言ったら焦点化かなと思うんですけど。 そういうういいいいこことととが起こるといいという感じですかね第39回の,あの学校あるいは40回の特別研究指定この学校さんいらっしゃってると思うんですけどこの点事項に当てはめてみてくださいまたそれをしようと思った時にやっぱデータがあるってことは力強い考える材料としてまた成果をその自分たちの取り組みの糧とすると。 いろんな形でデータを取っておくといいということなんですけど、まあ、野中先生にあの言っていただいた思考力判断力表現力等の育成についてデータを取ることはちょっとまあ工夫がいる難しいということはありますね最後の最後になりますけれどもさらにその定着普及をもっと進めようと思った時に何が必要になるかというと一つはまあ羅針盤ですね。 カリキュラムというものの存在であるし、でこれは一回作ったら終わりじゃなくて、今日特別研究指定校のご発表の中にあったと思うんですけど、それをこう作り直していく、毎年毎年、自分たちのものとして、えー、先生方が作っていくというカリキュラム開発の取り組み、円環的なといいましょうか、そういうのがあることが望まれる。 またチームで取り組むっていう教育を実現しようとしたときには ICT 支援員とのサポートシステムを行政が中心になりながらちょっとずつそこに学校の工夫アイデアが加わるようなまあ二重層でですね進んでいくといいということでしょうかそしてこれもいくつもの学校に出てきたあの外部の組織と連携を取ってやっていくしそのパートナーが どどんどん増えていくネットワーク化すると研究ネットワークと呼びましょうかねそういうものをも、えっともとあるから始められるっていう前提条件でもあるんですけれどもやりながらその仲間を増やしていったりあ,あるいはつな、まあ、がりを太くしていくとより密にしていくということができるといいと思います第38回の特別研究指定校さんは多分もうこのステージというか。 これらを学校の取り組みの課題に据えていただければ幸いです十分なまとめでないかもしれませんけれどもでも限られた時間の中ではアドバイザーの先生から貴重な意見を賜ってそれを特別研究指定校の取り組みに当てはめることはできたかなと思いますそれを材料に第38回第39回第40回の特別研究指定校の取り組みが一層充実することを記念いたしまして このののパネルの結びの言葉ととしたいと思い思ますそれでは短い時間、限られた時間で適切なコメントをしてくださったアドバイザーの先生方に、拍手で御礼申し上げたいと思います。では、以上、パネルの締めくくりといたします。